この者鳥居スレーモンと申し、確かにせがれな家臣に相違ござりません。よし、社の工場を直接聞こう。申し上げます。福部クルワを奪われて城の食料はあと3日分にございます。俺、工場はそれだけか。それだけ申し上げれば前後のご判断は大殿様がなされる。余計なことを申し上げてご判断の邪魔になるなときつく申し付けられております。よし、分かった。腹が空いていいよ。湯漬けを取り着物を着替えて休むがよい。恐れながらその日はご無用に願います。なんと、城中では後日に備え粥というも名ばかりのものを進み出しておるはず。それゆえこのスネーモンもこのまま立ち戻り、何としてでも城中に帰り苦楽を共にいたしと存じまする。そうか、ではこのまま長篠へ戻ると申すか。はい。これわしもすぐに駆けつける。その時一緒に戻ればよいではないか。ありがたき仰せ。それを伺えばなお一層早く立ち戻りと存じまする。こやつわしの出発を促しよった。桑次郎も良い家臣を持った者よ。この方、川の底を来たならば今度は空を駆けて帰れ。立ち戻ったらあと一両日のうちに徳川織田の連合軍が連合軍四万が押し寄せ、すぐに敵は蹴散らしてやる。家それを楽しみに待っておれと伝え。仰せいちいち少年に刻みつけてござりまする。ではこれにてごめん。もう行け。もはや時は移せんぞ。カリン。何事じゃ。人足に紛れて城内に忍び込もうとした奥平の家臣を引き取られてござります。何、奥平の家臣だと。いかにも、わしは奥平桑次郎が家臣鳥居スネーモンだが、城に入ろうとしたのではない、戻ろうとしたのだ。あと一両日で落ちる城へ何のために戻っていく。落ちるかな、あの城が。一両日のうちには織田徳川の連合軍4万がやってくるわ。何すると、今朝岩峰山でのろしを上げたのはその方か。今朝だけではない、15日の朝も上げたわ。援軍を恋に城を抜け出してか。王さ、織田の殿にも浜松の大殿にも追うてきたわ。今生き残ってある城兵どもの命助けたいとは思わぬか。助けたいゆえ使いした。それが間に合わねば何とする。一両日どころか我が武田軍、今夜にでも城に火を放ち炎上させる手立てがついておるのじゃ。そちは数日を留守にしたゆえ気づかぬだけよ。城内では狼煙でそちが近くまで戻ったは分かったが、それ以上に細かいことを知りたいのは人情じゃ。いかにも。よいか、世の手の者がその方を城の外まで引き立てる。そこでその方は城に向かってこう言わぬか。援軍は来ぬと。それで、援軍が来ぬとならば城内の者も城を開こう。さすれば城中500人の命も無事というもの。これも一つの慈悲である。慈悲。そうじゃ、あたら500の命を散らすまいぞ。スネーモン、見よ、おー、あれスネーモンが、スネーモン。さあここでよし。城へ戻ろうとして客捕らわれました。
安越しも食いてはおりませぬ。織田徳川の両大将はすでに4万の大軍を引いて岡崎を走った。両三日のうちに運は開ける。城は天狗にお守りなされや。常門の後を追うようにして設楽原へ到着したのは5月18日の昼であった。